士、もうすぐ地球に到着します。ああ、カワセ君、気をつけたまえ。この星の愚か指数は470ハミンチもある。本当だ、大陸でも島でも人間が争っています。カワセ君、覚悟はよろしいか。はい。ような突然こんばんは、挨拶遅れてごめんなさい。大したようではないけれど、一言意見を述べさせて。私が噂の宇宙人、水金地下木土天海冥、星を越えてやってきたインベーター。カワセ君、君も一言どうぞ。は、では。早寝早起きしてますか。小さな親切してますか。よく食べよく遊びよく学び、一日一善忘れずに。古きを訪ね夢を追い、水金地下木土天海冥、星のように清らかと言えますか。博士、ん？この星はとても不思議です。何かに気がついたな。森の緑、海のビリジャン、大地の茶色、花々の黄色、そして生き物の血の赤なのに、全てが青く光っています。それはね、カワセ君、この空にこの星の人々の心の奥の美しさが映っているからじゃ。お金や名前に負けないで、妬みや恨みはほどほどに。車と値上げに気をつけて、タバコとストライキは控えめに。疑うこともなくことも、水金地下木土天海冥、星の果てに消える日を待ってます。ああ、カワセ君、たまには二人でデュエットしましょう。はい。桃から生まれた桃太郎、竹から生まれたかぐや姫、浦島太郎に一寸法師、みんな宇宙の彼方から。優しい心守るため、水金地下木土天海冥、星を越えてやってきたインベーダー。さようなら。でもすぐ戻ってくるもんね。え、博士。